したということであればですね、まあ、ちょっと若干譲ったとしてですね、2020年までにもう全ての原子力発電所を順番にですね、寿命が来た原子炉は順番に止めていくことによって、2020年にはゼロにしようじゃないかと。そして同時に自然エネルギーをですね、まあ、大きく伸ばしていこうと。で、我々が、まあ、一応その試算した根拠がいりますので、これは環境省がですね、この4月に自然エネルギーの導入ポテンシャル、どういう可能性があるかという数値を発表しましたので、これをベースにですね、試算をしました。まあ、これはまあ将来の見通しですから、いろいろね、試算の仕方っていうのはあるわけですけれども、まあ、先日、菅総理は、2020年の早い段階に 20% 以上の自然エネルギーというふうに言いましたけれども、まあ、太陽エネルギー、まあ、1000万戸にですね、太陽、住宅用の太陽エネルギーをつけるということなんですけれども、今は本当に洋上の風力発電であるとかですね、まあ、中小水力であるとか、まあ、太陽光、まあ、この前孫さんが、まあ、私の嫌いな橋本知事ですね、関西電工なんかと一緒にですね、まあ、ソーラー発電ということで有給地に大型の太陽光発電というようなことも言ってますけど、たまにいいこと言うんですね、たまに。でまあ、そういうことも含めてですね、動員しますとですね、私はもっと高い速度で2020年にはですね、大体 30% ぐらいまで自然エネルギーというのは可能だと。そして同時にですね、東北地域をですね、自然エネルギーの拠点にしようと。で、三陸沖っていうのは梅雨がないし雪が少ないんで太陽光発電に向いてる、あるいは岩手県とですね、秋田県の県境には地熱発電が向いてる、から青森県とか岩手県はですね、風力の豊富なんですね。そして中小水力も非常に豊富な自然エネルギーの一番導入可能、加入性、ポテンシャルがあるのはですね、東北なんです。でこれをですね、やっぱり自然エネルギーの研究、そして生産、そして2020年までにはですね、この復興計画の中で東北を 100% 自然エネルギーの地域にしようじゃないかと。こういうようなこと、それから自然エネルギーを導入するためにはですね、電力会社の電源部分と送電部分ですね、これを分離しなければいけない。そして地域分散型のですね、やっぱスマートグリッド、送電線もですね、やっぱ整備していく。まあ、ちょっといろいろ言ってると時間がないんで、もう終われということですので、まあ、そういったものもののことをですね、2ステップでやりながら、2050年にはですね、100% 再生可能エネルギーの社会をですね、まあ、ぜひ作っていきたいというふうに思っております。まあ、これを機会にですね、日本のエネルギー政策をですね、大胆に皆さん転換していきましょう。そして、もう原子力弱らない社会をですね、みんなと一緒に作ろうじゃありませんか。まあ、そのことを強く訴えまして、これからも発表させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。非常に短時間で申し訳ありませんでした。まだまだお聞きになりたいことがあると思いますので、質問書に書いていただければ時間の許す限り答えていただきたいと思います。それでは脱原発運動からの発言としまして、宝塚で長年にわたって原発の危険性を